はい、どうも柳田です。お疲れ様です。今回もですね、 YouTube のコメント欄から古物市場に関するご質問が来てますので回答したいと思います。まあどちらかというと僕に関する内容なのかもしれないんですけど、回答していきたいと思います。僕はですね、中古品の転売を10年ぐらいやってきておりまして、まあこんな感じで商品をドカーッと仕入れてきて、ヤフオクとかメルカリに転売しております。はい、でどうやって仕入れてきてるかっていうと、古物市場とかブランドオークションを使って競りで商品を仕入れてきて転売しているわけですね。まあこのやり方についてはですね、このチャンネル内で、まあ、動画でたくさん公開してますので、ぜひチャンネル登録してみていただきたいんですけれども、おそらく古物市場ブランドオークションの情報に関してこんなにですね大量に発信している、ネタバレさせているのはこのチャンネルが、まあ、世界で唯一じゃないかなと、思っておりますので参考にしてみてください。はい、であとまあ詳しくですね、もっと知りたいっていう方は概要欄の方に詳しく載ってますので、そこから飛んでみてください。よろしくお願いします。はい、ということで今回、本題に入っていきたいと思うんですけれども、川口紳士さんからのご質問ですね。いつもありがとうございます、川口紳士さん。すいません。では読みたいと思います。こんばんは、こんばんは。古物商許可降りたらぜひ感想をコメントに書かせていただきます。川口紳士さんはですね、僕の動画見てくださって、あとノートも購入してくださって、今古物商の許可申請中っていうような感じですね。 LINE でもつながっております。はい、で、ふと思ったのですが、柳田さんは10年この古物商をやられてきたとのことですが、どこら辺にこの仕事の面白さを感じて続けていらっしゃるのでしょうか。儲かる事業であることはよくおっしゃっていますが、長く続けていらっしゃいますし、自営業になりますので好きでないと続かない部分があると思います。今回の動画に関係ない質問で申し訳ありません。私も始めるなら続けたいと考えており、人それぞれ違うとは思いますが、柳田さんの古物商の好きなところ、面白みを教えていただければ幸いですということです。川口紳士さん、ありがとうございます。すいません、もう夜のね、12時を回っていて、舌がもう回ってませんね。はい。ということなので、回答していきたいと思うんですけども、まあ、たくさんあるんですよね、これは。で、まあ、まず最初に申し上げておきたいのは、まあ、先ほどコメントでもいただいてた通り、儲かりやすいビジネスであるっていうことがあるんですけれども、一応ですね、おさらいのためまたですね言わせていただくとするならば、儲かりやすいビジネスの鉄則っていうものがありまして、でこれ前々から言ってるんですけども、というかまあ僕が発案して言ってるんではなくて、過去にですね成功してきている人たちは、このですね原則にのっとっている場合が多かったりします。で副業とかですね、これからビジネスを始めるっていう方は、まあ、このですね法則にのっとってスタートした方が失敗しにくいし成功しやすい、はい、ということがあるのでお伝えしておきたいと思います。で、僕はですねよくこの鉄則3つありますよって言ってるんですけど、本当はね6個あるんですよ。6個あるんだけど、残りの3個をねなんかつまみ出すとめんどくさく、説明がめんどくさくなるなと思ってあんまり言ってなかったんですけども、今回は全部で6個言っておきたいと思いますね。でそんなには深く触れませんのでよろしくお願いします。まず1個目はですね、初期投資がかからないビジネス、初期投資にお金はねかけちゃいけませんということです。例えばラーメン屋さんとか洋服屋さんとか、こういうやつですね、いきなり1000万とかかかっちゃう、もう何百万とかかかっちゃうビジネスを、初心者がやるものではないと、もうね、上級者がやった方がいいビジネスなんですね。あともしくは僕は思うんですけど、もうめちゃくちゃ志を持ってる人、めちゃくちゃ志を持ってる人はこれをやってもいいかもしれない。本当に世界を変えてやろうみたいな。で、お金をもう最初から数千万、1億円借り入れをして、もうなんかこのインフラを整えたいとか、今までにないビジネスを提供したいみたいな志に溢れてる人はやってもいいと思う。で、これを止める権利は僕にはないと思ってるので。ただまあ副業じゃないよね。はい、まあということで1個目が、低資金で始められるもの、まあできれば0円から始められるものがいいっていうことですね。まあ具体的に言うならこの YouTube とか、まあブログアフィリエイトとか、まあノートとかね、そういうのが入ると思います。はい、で2個目がですね、粗利益が高いものですね。売上マイナス商品原価を引いて利益が高いもので、この中古品の転売のビジネス、古物市場で商品を仕入れて転売するっていうビジネスは結構ね粗利益が高いんですよ。もう 50%
50% 以上は当たり前だし、まあ、60% 70% とかも全然ある。中には 100% みたいなものもあったりします。まあ、この辺はですね、他の動画でたくさん言ってるので、ぜひそっちを見てください。で、まあ、代表的な、やっちゃいけないものとしては、まあ、やっぱりさっきのラーメン屋、洋服屋もそうですね、利益率低いと思うし、あと電脳せどり系ですね、これも結構やっぱり利益率低いですよね。 20% とか 10% とか、そんな世界でやってるので、売っても売ってもお金が残んないみたいな状態になりますし、ちょっと失敗したらすぐ赤字になる、マイナスになっちゃうってことが起こり得るので、これが2個目ですね。はい、2個目。はい、で、3個目ですね。3個目が在庫を持たなくていいビジネスですね。これはですね、古物市場、もしくは中古品の転売は残念ながら在庫を持たなければいけないビジネスなので、なんとも言えないところなんですけども、できれば持たないビジネスの方がいいっていうことですね。まあ、例えば、さっきのラーメン屋さんで言ったら食材買わなきゃいけないし、洋服屋さんで言ったら洋服作るで、ストックしとかないと売れませんよね。お店で売るとかね、注文があったら発送しなきゃいけないみたいなね、そういうのは結構きついってことですね。で、この中古品の転売におけるこの在庫の考え方については、まあ、これもですね、僕は残念ながら他の動画で喋ってるので、今回はあんまり深掘りするわけにはいかないんですけれども、まあ、在庫を持たなければいけないメリットもあったりするんですね。基本的にはデメリットなんですよ。持たないに越したことはないんだけど、この中古品の転売に関してのメリットとしては、まあ、1個目は商品を出品する際に、そのね、物の詳細が詳しく分かる。それぞれですね、状態が違うんですね、中古品なんで。なので詳しく具体的に分かるっていうことと、売れなかった時にすぐ現金化することができるっていうことなんですね。これもですね、他の動画では解説してるんですけれども、古物市場で商品を仕入れる。で、古物市場っていうのは商品を買うだけではなくて販売することもできるプラットフォームなんですね。プラットフォームっていう言い方するとあれなんですけど、なので、こうやってね、こうやって今在庫のようにしてこう溜まってるんだけれども、その気になれば、これ丸々古物市場に持って行って、古物市場で競りにかけてしまえば一瞬で現金化できるんですよ。で、これがですね、 このね中古品の転売のいいところでもあるんですね。在庫を持っているっていうことのメリットになりうるっていうことですね。はい、まあ、これが3つ目で、ここまではですね、よくよく喋ってるんですけれども、4個目5個目6個目についてはほとんど解説してないんですね。で、まあ、4個目今回言いますね。4個目は、商品開発をしなくていいビジネスっていうことですね。4個目で、これはですね、中古品の転売は全く商品開発してません。開発されたもので売れるものを仕入れてきて転売してるっていうモデルなので、その辺の苦労は、一切ないということを言っておきたいと思います。まあ、さっきの場合で言うと、洋服はやっぱデザインして開発していかなければいけないみたいなことですよね。まあ、それ以外にもいろいろあると思うんですけども、商品開発にお金がかかっちゃうからですね。労力がかかっちゃうからっていうことがあります。はい。これが4個目。はい。で、5個目ですね。5個目。5個目は集客ですね。集客をしなくて良いビジネスがいいということですね。基本的にですね、洋服作ったら宣伝して、このブランドを知ってもらわなきゃいけない。とか、ラーメン屋さんだったら出店したら、ここにラーメン屋ができたっていうことを知ってもらわなきゃいけない。これに広告費がかかるので、できればですね、集客をしなくていいビジネスの方が良いというようなことになっております。はい。それに引き換えですね、中古品の転売どうかっていうと、プラットフォーム自体が集客をしてくれるわけですね。ヤフオクが集客してくれる、アマゾンが集客してくれる、メルカリが集客してくれるっていうような感じで、集客の手間は一切ありません。しかもそんな中で売れてる商品を仕入れてきて転売するんで、まあ、仕入れが完了した時点で売れることがもう確定しているっていうね、この勝ち戦をずっと繰り返していくっていうのが転売のそもそもの考え方なので、失敗しにくいっていうふうになっております。はい。これが5個目、集客しなくていい。はい。で、6個目。これ6個目はね、もう6個目こそね、特に言わないんですけども、いつもね、これ忘れてて言わないんじゃないんですよ。忘れてるわけじゃなくて、これはね、ハードルが高すぎて、言っても意味がないから言わないんですけども、本当は6個目に、定額課金っていうのがあるんですね。サブスクですね、サブスク。定期的にお金が入ってくるモデルのものをやった方が安泰です。安泰だし、安定しやすいっていうことがあるんですけども、これをね、なんていうのかな、形作っていくのって結構無理ゲーなんで、普段は言わないようにしてます。で、まあ、僕自身もその辺は模索してるんですけども、結構まあ無理ですね。で、まあ YouTube も定期的に入ってくる収益ではあるんですけど、まあサブスクとは言わないので、まあこの辺ね、難しいんですよね。まあ代表的なものを挙げるとすれば携帯電話
の、 そのスマホのね契約、その回線の契約とか、あとネットフリックスとか Hulu とか Amazon ビデオとかね、ああいう Amazon プライムみたいな、ああいうその定額課金サブスクモデルのものを言ってるんですけども、これはなかなか実現が難しいので、いつもですね除外して喋ってるっていうような感じですね。はい。でなんでまあ僕が、この中古品の転売のビジネス、特に小口場仕入れのものをずっとやっているかっていうと、まあそういった事情があるっていうことですね。まずは儲かりやすい、うまくいきやすい仕組みの中にあるっていうことがこれ1個目、はい。長く喋ったようなんですけども、これまとめたものが1個目っていうことですね。はい。で2個目がですね、このこれに当てはまっていて10年間もね長くやってきているから、ここでですね僕が何か失敗して、手元のお金1円もないみたいな、もう破産しましたっていうような状態になっても、これねこの知識と経験を持っているんで、またですね頭金のね数万円さえ、僕はこの中古品の転売を始めた10年前に始めた時の軍資金って8万円しか持ってなかったんですよ。お金8万円の元手から始めたんですけれども、もう一回ねもうゼロになって破産した状態になっても、最初のね8万円手に入れれば、アルバイトでもパートでもね何でもやって、日払いのバイトをね10回ねやって8000円、日給8000円のバイトをまあ10回やって8万円の元手を手に、まあ、8万円もいらないな、もう下手したら5万円ぐらいあったらいいですよ。3万か5万ぐらいあって、それをね手にできることができたらですね、もう一回ねゼロから立ち上げることができるんですよ。これが不思議なもんで、まあ、そういうモデルになってるんですよ。だから面白いっていうことが まずありますね。これが2個目で、はい、2個目ですね。でそして3つ目、これがまあ最後で、これがまあ基本的にはこっちが大きいんですけども、この3番目はですね、やっぱり世の中のありとあらゆる商品を手にできるっていうことが本当に面白いんですよ。分かってもらえるかな、これ。多分ね、まあ、古物商で、この古物市場に出入りしてくれてる人が見たら、まあそうだよねって言ってくれたとは思うんですけれども、まだね、この体感したことがない人にとっては、あ、そう、本当にみたいな、意味わかんないっていう感じかもしんないんですけど、世の中にね、ありとあらゆる商品が古物市場には出てくるんですが、10年もやってるとね、本当にね、何万種類、もう下手したら億触ってるんじゃないかなっていうぐらい、何億種類、何百万種類の商品を手にしていると思います。その日本製のもののみならず、海外製品のものまで触ってるんですね。当然もう世の中に出回ってる全てのものを触ってきてるんで、これがねまず面白いんですよ。例えばよくまあ僕が例に出すんですけども、楽器がね好きで、楽器をそのまあ商売としてではなく、もうそもそも単に趣味で楽器が好きとかギター弾くのが好きっていう人いるとするじゃないですか。そういう人からしてみてもですね、この古物市場で行ってビジネスをしてるとですね、今までに出会ったことがない楽器とかもうたくさん触れるわけですよ。ベースもそうだし、ドラムもそうだし、ギターもアコギも管楽器系もですね、サックスとか、フルートとか、トランペットとか、あとは和楽器もそうですね、琴もそうだし、三味線もそうだし、大正琴もそうだし、ありとあらゆるもの、そして安いものから高額なものまでもうねめちゃめちゃ触れるんですよ。長くやってれば長くやってるほど、まあ、ギブソンも触ることがあるだろうし、マーチンも触ることがあるしグレッチ触ることもあるし、フェンダーも触ることあるしみたいなね、あるわけですよ。例えばじゃあまあこれはあんまり例えに出すとあれなんですけども、僕はずっとですね得意なジャンルとして CD、DVD、 あとまあ香水、コスメがあるって言ってるんですけども、例えば DVD だけ撮ってみたとしても、僕はアダルト DVD をすごく強みにしていて、アダルト DVD の転売は得意なんですけども、もうおそらくねもう考えられないぐらいのアダルト DVD を僕は手にしてきてますよ。その見てるとかじゃなくてね、あくまで趣味ではないですよ。好きだとかではないですよ。あくまで言っておきたいんですけど。でも好きな人から、もしくは見てる方でアダルト DVD 好きっていう方がいらっしゃったとしたら、僕、そのね、アダルト DVD が大好きなあなたの100倍とか1000倍ほどのジャンルの DVD を僕は手に取って過去に見てきているっていうことですね。見てきてて映像じゃないですよ。このディスクのパッケージとかも、もう撮ってき、見て
来ているということが言えるんですね。例えば CD にしてもそうですね。音楽好きの方すごいいらっしゃると思うんですよ。で、私はすごいね、音楽好きで CD たくさん買ったことありますという方いらっしゃると思うんですけども、もう桁が違うんですね。僕が過去手にしてきた。もう聞いてる回数じゃないですよ。その CD というもの、物理的なものを手にしてきた回数がもう桁が違うっていうことですね。枚数にしてみたら本当に数十万枚、数百万枚じゃ効かないぐらいのものを見てきてるわけですよ。見てきてるし販売してきてるわけですね。なのでそういったところが本当に面白いんですね。で、特に言っておきたいのがブランド品ですね。ブランド品を、まあ、興味がある方、まあ、ない方、あると思うし、これを転売したいと思っている方も、まだ全然ね、やったことないとか、今後チャレンジするかもしれないという方、いろいろいらっしゃると思うんですけども、ブランドオークションに出入りしてると、本当にね、ヴィトン、グッチ、シャネル、エルメス、フェンディ、カルティエ、ブルガリ、なんとか、かんとか、かんとか、かんとかみたいな、本当に有名どころの、超ブランド、超ハイブランドから、まあ、マイナーな、それでも、結構高額なブランドとかね、ファッション、アパレル系のものまで、もう隅から隅まで大量に出てくるんですよ。で、一生のうちに触れないほどの金額を、金額に換算してみたら、で、個数に換算してみたら、本当おそらく、そのブランドオークションに出入りしている業者さん、もう全然普通の一般人ですよ。もう僕だって一般人だし、買い付けに来てる人だって、もう普通に一般人ですよ。なんか、お金持ちのセレブみたいな人じゃないんですよ。だけれども、その僕らが今まで触り続けてきたブランド品の総額はおそらくそのセレブの人たちがね、たくさんもお金をかけてブランド品持ってますよみたいな人たちの何倍も何十倍も触ってきてますから、これって面白くないですか。例えばヴィトンに行ってね、ショップに行っていいなって思うカバンとかね、財布とかあったりするじゃないですか。そういう時にこれをこうやって手に取って、なかなかベタベタ触りにくいですよね。触りにくいし、その店頭内で触れる、守備範囲っていうかものなんてさ、大した数ないんですよ。大した数ないし、エルメスに行ったってバーキンなんて置いてないし、販売してないんですよ。でも古物市場に行ってブランドオークションに参加したら、バーキン全然触れちゃうからね。一生のうちにバーキン触らないで終わる方とか、実物を見ないで一生をね、過ごす方ってたくさんいると思うんですよ。だけれども、そういうものをですね、もう隅から隅まで触れるわけですよ。こう中開けて、こう、ベタベタ触ってね。っていうことができる商売ってなんか面白くないですか？そんな感じで、まあ、ブランド好きの人にはそれがたまらなかったりするし、ギター好き、楽器好きの方にしては、そういうのもたまらなかったりとか。で、川口慎さんの場合だったら、靴ですね。靴も、やっぱり、ありとあらゆる靴が出てくるわけですね。普段だったら、もう僕にはちょっと靴のことがわかんないんであれなんですけれども、憧れのあの靴みたいなね、あの革製品のものとか、あのブランドのものとかあるわけじゃないですか、きっと。ベルルッティの革靴がどうとか、まあ、リーガルはそんな高くないから、リーガルのあの靴がどうとか、スコッチグレインの靴がどうとかってきっとあるじゃないですか。で、まあ、ハイブランドのものだったら、ヴィトンのね、革靴がどうとか、エルメスの革靴がどうみたいなこととかあるじゃないですか。そういうものが、もうね、触れるわけですよ。触れるし、なんなら履けるし、中古でよかったら、定価の10分の1とかね、10分の2とかね、それぐらいの金額で、手に入ったりするわけなんですよ。まあ物にもよるんですけれども。そういうのってなんか、やっぱ楽しくないですかね。人生普通に生きていたら味わえないようなこの体験をしてるっていうね、味わえない体験をできるビジネスが、このね、小売市場での、仕入れ転売っていうね、このモデルなんですよね。だから普通に生きてると体感できないことがいろいろ経験できる。そしてそれがお金になるっていうね。まあいろいろ長く喋ってしまったんですけれども、だからやってるんですね。はい。まあきっと、まあ何やかんやって割とずっと続けるんじゃないかなと僕は思ってるんですけども、まあやめることはもしかしたらないかもしれないですね。規模は縮小させていってますけど、もう飽きてきたんで。
でもそれなりにはやると思いますし、何か失敗してね、またゼロになったと、で寄捨て人になっちゃったっていう時には、もう一回ね、古物市場に行けばすぐ復帰できるという自信があるので、やっております。はい、まあ年齢も関係ないですからね、20代の頃からやってますけど、やっぱり60代70代の人も全然いるし、おそらく僕が60とか70とか80になっても、全然やれるんじゃないですかね。その重たい荷物は持てなくなると思うけど、軽くて小さいものだけを厳選してやれば、まあ、定年もなく死ぬまでやれる商売なのかなというふうに思ってるので、まあ、そういうね、今言った、まあ、いくつかの点ポイントがこの古物商をやってる理由になります。はい、というような感じでよろしいでしょうか。以上ですね。はい、このチャンネルではまあこんな感じで中古品の転売に関する情報を中心に発信しておりまして、まあ、メルカリヤフオクのこととか、あと古物市場を使った仕入れ方法について発信しています。なのでコメント欄からですね、こんな感じで疑問や質問、悩み相談がありましたら気軽にメッセージください。よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまたお願いします。じゃあね、バイバイ。